ただきます。どうぞスーパーカラービジョンにご注目ください。やり返せをスローガンに王座奪還を目指し臨んだ今シーズン、逆転勝ちで3年連続開幕戦を勝利で飾ったスワローズでしたが、振り返るとその道のりは困難の連続でした。その後キャプテンの離脱や切り込み隊長の不在など歯車が噛み合わない日々。ただそんな中でもヤングスワローズたちが次々と覚醒、若い力がチームに活気と勢いを与えてくれました。そして新しい花も次々と開花します。新加入の増田、支配下契約を勝ち取った岩田、期待のスラッガー澤井のプロ初アーチ。すると主力たちも黙っていられません。山田と新加入西川、同学年の共演。バッテリー陣も苦しい中で勝利への意思を見せ、数々の見せ場を届けてくれました。さらに助っ人たちもオスナ・サンタのコンビは健在。開幕投手を務めたサイスミードを中心に投手陣も大車輪の活躍でした。俺たちだって負けてない。球界最年長石川雅則がデビューから23年連続勝利。代打の切り札川端もチームには欠かせません。そして何よりみんなが待ちわびた復活劇も、長いトンネルを抜けた奥川が995日ぶりに神宮球場で勝利。本当にこの前の神宮球場、僕は初めての経験だったので、本当に今日もたくさん力をもらいました。はい、ありがとうございます。ファンの声援はどんな時も温かかった。そんな中、悲しい別れも訪れます。まあ、2024年のこのシーズンをもちろんして引退することを決意しました。長年スワローズを支えてきた大黒柱が今シーズン限りでの現役引退を表明。しかしその言葉がチームに火をつけました。その男が後輩たちに伝えたいこと、自分ができるっていう自信とか、そういう情熱とか、そういったものは必ず持っててほしいですね。俺ならできる、俺たちならできる、その思いさえあればまた強くなれる。大先輩の背中は最後まで私たちに勇気と希望を与えてくれました。来シーズンこそ再び頂点へ。仲間の思いを紡いで